去年よりもね、アスカリブ自体がそういう遠征慣れとか、して割とその疲労度も今年の方が少ないとは全体的に思うんです。ですので今非常に元気、でいられると思ってます。はい、単走だと動かないタイプなんでね、時計当然出ないかなとは思ってるんですけど、まあ、これもそのやっぱり気のいい牝馬ですんでね、あんまりまたこれ行き過ぎちゃってもっていうのがあるから、本当に体さっと慣らす程度ぐらいでということで大丈夫だと思うんですけど、まあ、リットの方の気候も涼しくて、まあ、函館からリットの方に移動させた後も順調に調整はできて、追い切り の数も牝馬ですので本数をこなしながら目標のレースを決めてましたので、無難に調整できたのかなと思いますですけどもね。今週の水曜日に、長めをある程度追い切ってますので、まあ、直前の追い切りは半路1本で調整するという、まあ、予定通りというのか調整 のメニューをこなしていい動きだったですよ。